ブルラーダ、または、ブルラタは、スペインナバーラ州のムニシピオ。コマルカとしては、クエンカデパンプローナにある。ナバーラ州の州都、パンプローナから3キロメートルの距離にあり、パンプローナ都市圏に含まれる。2014年の人口は18,237人であり、ナバーラ州で5番目に人口の多い自治体である。民族学者のフリオカロバロハによると、この町の名称は、 ラテン語で、役を意味する、ブラスチャレアに由来する。11世紀後半のレーレ修道院の文書によると、この町は、ブルースラタや、ブラスロタとして言及されている。その他の言及例としては、ブルースラダ、ブラスロダ、バーダなどがある。これらの故障がスペイン語のバーラダに発展した。バスク語では、バーレッタや、バーラタとして知られ、校舎が、現在のバスク語による、 標準形である。今日の町の公式名はスペイン語とバスク語をスラッシュでつなげたバーラダ、バーラタである。パンプローナ盆地の地図、ブルラーダはパンプローナ都市圏に含まれ、パンプローナから約3キロメートル北東方向に位置している。北はビリャバと東はアルガ川を挟んで、ウアルテと南はバリエデ・エグエスト、西はパンプローナと境界を接している。 ビリアバとは、市街地が連続しているが、パンプローナとの間は、アルガ川下カに農地が広がる。パンプローナとは N-135 号線で、結ばれている。パンプローナから、ギプスコアゲンイルンを経由して、フランスに至る N-121A 号線も、ブルラーダを通る。ナバーラ王国の君主はいくらかの期間をブルラーダの宮殿で過ごした。 その他にブルラーダの歴史的重要性を示すものとして、アルガ川に架かるブルラーダ橋がある。1970年までのブルラーダは、バリエデ・エグエスの一部を構成していた。1970年9月25日に開催された会議後に運営委員会が活動を開始し、1970年には自治体議会議員を選出し、1971年2月7日には、 新しい視聴者が設立された。2014年の人口は18,237人であり、ナバーラ州ではパンプローナ、トゥデラ、バラニャイン、バリエデエグエスに次いで第5位だった。内訳は男性が8,942人、女性が9,295人であり、人口密度は8,602人、平方キロメートルだった。2009年の年齢層別人口は、 19歳以下が22.17%、20歳から39歳が30.44%、40歳から59歳が27.49%、60歳以上が19.90%だった。4年ごとに直接選挙で選出される自治体議会議員が町の行政を担う。選挙権は18歳以上であり、自治体の人口に応じた。 ブルラーダ議会の定数は2011年選挙まで13だったが2015年選挙からは17である。議会はエラス広場に位置している。2015年5月に行われた地方自治体選挙では26.80%を獲得したブルラーダの変革が5議席を獲得し25.04%を獲得したエウスカルエリアビルドゥも5議席を獲得した。 ナバーラ住民連合は19.61%で4議席、全国政党である、スペイン社会労働党の支部政党である、ナバーラ社会党は14.50%で2議席、イスキエルダイコールエスケラは7.75%で1議席を獲得した。中世にあるガ川にかけられたブルラーダ橋は何度か回収されている。9メートル間隔の6個のアーチを持ち、 両岸から中央に向けて強い傾斜がある。ブルラーダ宮殿は12世紀初頭の建築物の集合体である。最も重要な建築物はウランガ宮殿であり、公園に囲まれている。サンフアン教会は、ホセジャルノスが設計を担当し、1952年に着工して1954年に竣工した。サンブラス教区教会は1970年6月29日に、 完成し、マドリードのマリーア・それだトーレス・アコスタに捧げられた。町の主要な祭礼は8月15日から19日に開催され、開催前夜の14日にチュピナソが行われる。ブルラーダのマルティンガラと呼ばれる、ニ肉祭も行われる。6月23日から26日には、町の守護聖人を称えるサンフ不安の祭礼が行われる。ブルラーダで、 最も重要なサッカークラブとして、この街に存在した2クラブが合併して誕生した、ユーシド・ブルラデスがある。エスタディオ・リパガイナを、ホームスタジアムとし、主に、テルセーラ・ディビシオンに所属している。1983年には BM ・ブルラーだという、ハンドボールクラブが設立され、主にリーガ・エイソブルに次ぐ、国内2部リーグであるナショナル A に所属している。 ブルラーダ出身のマテオ・ガラルダは BM、ブルラーダからデビューし、CB、カンタブリアや FC、バルセロナなどで活躍した。スペイン代表としては1996年のアトランタ五輪と2000年のシドニー五輪で銅メダルを獲得し、2005年の世界選手権で優勝している。ありがとうございます。